で始まりまりした基礎英文法講座ですね、えー、今回から、ね、単元が変わりまして「時制っていうところにいきたいと思いますえー、そんなやりたくないよですね「時生」まあ難しいですもんねわかります日本語にないですからこのご時制やりたくないと思いますねはい時生したい気持ちもよくわかりますがはいやっていきますはいではいきますねえー、現在形と現在進行形っていうのが今回のコールになりますね、はい、ではいきますねはい空所に入るのは何でしょうですね なりますあそこまで難しくないよね、はい、分かってますこんな簡単だって思ったかもしれないですが、はい、時勢問題っていうのですね時間考える時なんですがはいこれは「時の印をまず探してみましょう」っていういつのことだか分かる印を見つけてみましょうねっていうのがコツです。ね、これは英語が使えるるようにななコツじゃなくて 文法問題解けるようになるためのコツです。え、そうすると、when he hurts time というふうにはい、ここにありますね。そう、こいつ何形ってやつですか。そうそうそう、現在形ですね。はい、知ってますね。そうで現在形ってやる。あだから時間まず時の印を見つけて現在を見つけました。だから時間があるときっつんだからね、ね明らかに過去形は使えないですね。 4番「現在完了形」まあ確かに現在完了形って現在なんですけど詳しくはやりますよ後々現在完了形って現在なんだけど詳しいですねこういう時間っていうのと一緒に使っちゃいけないんですよ一応は具体的な時間を表す表現と使ってはいけないっていうルールがありますこれはまあやりますから後々ねそしてえ残ったのははい1の「play と2の「plays ですかそう 点っていうのは、三人称、単数形とかっていうやつですね。三人称、単数形、一回やってますけど、で、まあ、この授業、初めて見るって人ですね。三人称っていうのは、自分でも。聞き手、読み手でもない、別の人が三人です。ですね。そう、書き手、話して、聞き手、読み手。とは違う、別の第三者。ね、三つ目のもの。人っていうのが、三人称です。 で、三人章単数っていうのは1個ってことですね。県は1人ですから、ね、第三者が1人、そいつが現在形で使われるときは、S が必要だよってやつです。はい、だから、お互 c a n Play Soccer です。はい、これが正解ですね。で、こんなん簡単じゃん楽勝だよって思うよね。知ってますよ。楽勝だと思いますけど、このね、S を忘れる人めちゃくちゃ多いですから、はい、気をつけないといけません。ではい、見てみますね。はい、Can't Play Soccer when he hurts time ってやつなんですが、では、 ここですね新たなキャラクターが出てきているのでちょっと押さえておきますね。最初の方は全然大丈夫ですね。Can play ですね一応ほら文献の復習もしておきましょう。はい、この後ろ何書きますそうそうそう ?O って書きますね。「天さんとサッカーはイコールじゃないですから、ね、だから SVO」ってなります。で、はい、この下「When」って何そうそうそうこれですね。えー、接続詞っていうキャラクターが新たに登場しました。 はい、で、接続詞って一体何ぞやってわけなんですが接続詞っていうのは文と文をうんってね、接続するもののやつのことだと思ってください、えー、だって後ろから見てごらえば、ね「ひ」はそうそうそう主語ですよね「主格って主語にしかならないですから「はず」は外押しですよね「タイム」は「ひ」と「タイム」はイコールになれませんね時間じゃないから SVO あれ SVO っていう文が2個ありますねその2個をつなぐことができるやつのことを接続詞っていうんだっていうふうに知っておいてください で、まあ、知ってるよ、こんなの。楽勝だよって。ここで終わりませんから。ね、じゃあ、聞きますよ。接続詞は強く読まれますか弱く読まれますかこ,こ,、ね、でこういうのを習ってない、ね。それをちゃんと意識していかないと、喋ったり聞いたりするの大変になっちゃいますよ、うん。接続詞は弱いです。気をつけてください。接続詞は弱音であるっていうのをちゃんと押さえておいてください。じゃあ、はい、この文分、強く読まれるのはどこですかそうですね。えー、can。 Soccer. ね、サッカーの子ですね。で、He ははい、あ、When、弱い。He、代名詞弱い。Haz、h a 動詞なんだけど、ちょっとすみません。<laughs> 動詞なんだけど、弱めみたいな感じです。Time, He has time ですね。はい、ちょっと難しいね。He can play soccer when he has time. という形になります。そうここが WhenHe っていうのが弱いですから。 もうほんとくっついちゃう人を見るぐらい, when ぐらいです、ね、when he has time みたいになっちゃう人も結構いますからねそう。だから弱音っていうのはくっつきやすい、聞き取りにくいんだっていうのを忘れないでください。で、あなたが強く発音してる限りは不自然ですから、when he has time とかね。はい。じゃあ、ケンは毎日サッカーしますだったらそう。Ken so, play soccer every day ですね。 まあ一応あの正式な表記はエブリとデイを分けるっていうのでエブリデイって一語で書いちゃう人もいっぱいいますよその場合はエブリデイが形容詞とかの時だったらねいいんだけどこれ実はエブリデイっていうので副詞になってるんですよこの塊でで副詞になってる時は一応こう話すっていうのがライティングの原則ですはいなんで喋ってる時は別に気にしなくていいですからだからこいつそうまとまりで副詞だって言いましたね だから全知識つけちゃダメなんですよいいですか in everyday とか on everyday みたいにつけないでくださいね so, can play soccer everyday ね。簡単だけども間違いやすいだから前回のね古文系のまとめと復習の授業でも today とかね yesterday tomorrow とか気をつけなきゃいけないよつっ,ったんですケンは毎週日曜日サッカーしますだったらそう、so, can play soccer every sunday っていうふうになりますねでここで気がついたかどうかなんですけどこの現在形っていうやつどんなキャラだかわかります 後でやる現在進行形っていうのと違いがわからないっていう人がねいっぱい出てきちゃうんですけど現在形ってね実はねいつもやること習慣っていう時に使う表現なんです今のことを表すというよりは Every Sunday っていう風うに言ってて英検は毎日曜日やってるわけだから、ね、前の日曜日もやってるはずですねサッカー前の日曜日もやってるはずだし今度の日曜日もサッカーしてますよねだから。 ここの今現在だけじゃなくて過去も未来も含んでいるそれが現在形ですいつもやってるこれからもやるよみたいな時に使うのが現在形ですだこれだってそうでしょ毎日サッカーやってるよってことは昨日もやってたし一昨日もサッカーやってたはずなんですよ、ね、で明日もやるし明後日もやるわけですねそういうことですだこういうふうにいつもやること習慣とかっていうのを表すときに現在形っていうのはよく使われるんだっていうふうに知っておいてください ではまあ、では現在のね、えー、習慣とかって教える人もいますよね。でこれを知らないとね英、えー、作文で間違ったり話しているときに全然意味が違うということが起こっちゃうんですよ。じゃあ次の問題やってみましょうか。はいですね。じゃあこれやってみましょう。Ken なんとかサッカー right now?、ね、is playing or is playing played? a d Had played?、ね、はい。問題は,解くのは超楽勝でしょ。ね right now って ね、今ってきてるわけですあそうね日本語の今「now」って覚えますけど「まあ、right now」の方が日本語の今に近いかな本当にまさに今って感じね「now」は結構幅が広いのでこれだともうまさに本当に「今でしょ」みたいなね、えー、感じになるんですよ、ねうん、だからそういう時に使うのがこいつですあ毎日聞きますよ本当アメリカ行った時毎日聞いた表現ですから一日も聞かなかった日はないんですかそうするともうそうですね、まあ、今なんだから「はい、過去形」ですねこれ過過去去進行形形ですねで過去形 で、で完了形です。いずれ習うからです、ねはいらないですねさようなら <laughs> 残ってるのはそう現在、ね、進行形とか考えるまでもなく答えは「is plain」なんですがそうですこれビータス ING っていうふうにきてますね進行形と言われるやつですこのビータス ING っていうのを進行形っていうんですがさっきの現在形っていうのはいつもやってるよです、ね、習慣的だよって言って幅が広いのに対して進行形っていうのは、えー、動作の途中を表します やってる最中だよ、途中だよっていう意味になりますので、えー、ここをきちんと押さえておいてください。だから、ンは今、サッカーをやってる最中だよ、やってる途中だよっていう意味です。ああ、そんなの知ってるよって思ってるかもしれないですっ、えー、と次回もうちょっと詳しくやりますただこれを、ね、押さえておきたいところをね、やっておきます。はい、今日の英単語ですね。Put on ですねこの進行形が非常に厄介になるやつですね。こう英検がね、もう大好きなんですよ。しょっちゅう通るの。 でも間違って教えてる人たちが山ほどいますね今のところ、ね。だから英語の先生って言われる人たちがすごく間違ってるところなので気をつけてください。さあいきますね。さあこの2つの違いは何でしょう ?can is wearing glasses と can is pulling on glasses っていうふうになるわけです。この違いさあ何だかわかりますこのね wear っていうやつなんですけど身につけるとかねこのだから眼鏡だけじゃなくていいですね帽子でもさ服でもズボンでも何でも wear で英語言えますね。プッドも同じように言えるんですけど何ですかこれ。 両方るるるっってて覚えちゃゃ人がいるんだけどそれじゃダメですよあとね間違って教えてる人は「Wear」は状態同士なので進行形にできないとかね、まあ、次回やります状態同士っていうのはね「Wear」っていうのは状態同士だから進行形にできないんだよとかっていう嘘を教えてる人があまりに多いこの国ですねでいかに英語を使えてないか <laughs> はい、えー、だからこれいや進行形で使えますよ全然「Can is wearing glasses」これは合ってる分ですそれに対してこっち「Can is playing on glasses」っていうのねどう違います だからこっちが状態同士こっちは動作同士とか覚えてるんですけどそうじゃないです違います間違ってますはい、はい、で英検やトイックがまあトイック昔よく出たね今今 A 犬がすごい好きなんで,でやっていきますね Canis w a r i n g glasses っていうのはこうです、はい、眼鏡をかけているっていう意味ですそれに対して Canis putting on glasses ね put on っていうのは身につけるという意味でこうンは身につけている最中です身につけている途中ですっていう意味ですだからこういうことですね 身につけている途中だよっていう意味です。はい、だから違うんですよこれ。ウェアが状態同士ではなく、ウェアが進行形で使われるときはええ身につけている。はい、進行形の時に身につけている状態っていうんです。それに対して下は身につけている最中、身につけている途中だよっていう意味です。 でそこを気をつけてくださいね。is putting on glass ですねで非常にややこしいんですよだからさ英検英検しょっちゅうこの絵出てくんじゃん面接のやつにね、これを出したいからですで多くの人はこうやって答えちゃうから、はい、バツってやつですで、同じことがね言えるんですよ他にもはいこれですね ken is riding the bus と ken is getting on the bus はいどう違いますこっちははい k e はもうバスに乗ってる状態です それに対して、getting on the bus って言った場合は、はい、バスに乗り込んでいる最中ですね。そう、get on ですね。だから d e も Get on も乗るって覚えてるんですけど進行形にしたら全然意味が違うので気をつけてください。Get on the bus っていうのはこう乗るこの動作なんですよ。なんで、getting on the bus って言ったらこう乗っている最中なんですよ。 じゃあ最後ですねはいじゃあ車に乗り込んでいる最中ですって言ったらどうしますこれねめちゃくちゃ間違えやすいんだよそう A 券の絵、ね、に出てくるんですよ車に乗り込んでいる最中の人の絵車に乗り込んでいる最中の場合は券、まあ、が乗り込んでいるとしましょうかそしたら「c a n is getting in the car」っていうふうに「in」になるので気をつけてください、うん そうえー、車っていうのはこういう空間ですね「インって空間ってよくありますけどそういうのがそういうのに焦点が当たる感じですねだ車の中に入る感じそれに対して「get on the bus」とか「get on the train」とか「get on the bus」とか「get on the plane」ですね飛行機とか「uh, get on the ship」とかっていうのはこのこういうあれすごいとこから足が生えた。 面にそう、オンは接触ってよくありますけどその面に接触してる感があるので。 だから、ゲロンダ・バスとか、ゲロンダ・ r a インっていうふうにオンになるんですよ。接触ってやつです。これね、えー、と英語の先生たちにこの英検面接対策の教え方とかってや授業をやる時があるんですけど、一番間違いが多かったのがこれですね。ゲット・オン・ダ・カーって言っちゃう人がすごく多かった。えー、だから気をつけてください。こっちは、ゲ h ンダ・カーですね。ゲロンダ・バスね。もちろんあの理屈を覚えていいですよ。ああ、だからそっか、空間か、接触かで納得する、ね。納得してもいいし、えー、具体例を覚えればいいです。ゲロンダ・バス。やればそれで構いません。はい、こんな感じで。 ちゃんとね進行形の意外と問われるところっていうのを説明してみましたはい、もしこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますハワダヤ始まりました基礎英文法講座ですね、えー、今回は時制の2回目ですね、えー、状態動詞と動作動詞ですね聞いただけでねやんなりそうなやつですけどねやっていきましょう、えー、まずですねいつも通り問題を解いてみましょうさあ空床に入るのは一体どれでしょう Can it 注目したいのは B 同士たす ING になるわけですねいわゆる現在進行形って言われるやつですで実は NoOwnBelong っていうのは基本的にはですね基本的には進行形にしない動詞ですなので答えは3番になりますねそのストーリーを楽しんだっていうやつですね この本読んでて、わあ、面白いっていう感じですね。で、実は英語にはですね、こういう現在進行形できない動詞がある。ね、そいつらのことをよくね、状態動詞っていうふうに言われるんですよ。あんまり予備校の先生とかはいないですけど、いいか、状態動詞は状態を表す動詞だ。動作動詞は動作を表す動作だ。ふわふわふわみたいですね。から何、何みたいですね。それじゃ、何の説明にもならない。で、一応やっときます。まあ、さまざまな。 説明がなされますね。所有感情思考とかっていろいろ言ったりするんですけども、一番。まあ、わかりやすいっていうのは、状態動詞っていうのは、始めや終わりがはっきりしない動詞って覚えておくと、応用が一番効くかなと思います。いろんな説あるけど、始め終わりがはっきりしないっていうのが一番。例外が少ない、ね。意識的にやれるのが動作動詞とかって言うんですけど、雨どうすんの？ It's raining とかですね石ない」「何の石」「紙の石」みたいなねどんな雨もね必ず止むんですで所有してるっていうものですね車買ってさいつその車がなくなるかなんか分かんないじゃんそういうものなんですよ所有物って分かんないですよ「belong」「所属する」ってやつですけど部活動とかだったらさ、まあ、引退があってとかってあるかもしれないですけどで会社に所属してねその定年までいるかなんか分かんないでしょ「love」「どうですか?」「I love you」とかね言うでしょ、ね、その人をいつ好きになって ね、いつ嫌いになってしまるか分かんないじゃないでね,ね超ラブラブカップルっつったってさ「ね、はいカップルチャンネル」始めましたどうせ分かれんでしょ、はいえー、で一番進行形にできない度が最も高いのがこでですねノーですねね知っているっていうのがさいつ忘れるかなんて分かんないじゃん誰にもそうでしょ 私がこうやって一生懸命説明してう「うわヘへへへへ」とかってね覚えてたものもいつ忘れちゃうか分かんないでしょね養子の先生のえ授業のね「浄土詞し」とかね「ルーラルスーサーシーム」とかって覚えてもいつ忘れちゃうかなんか分かんないでしょだから覚えているとか忘れるっていうのは進行形にしにくいんですよ。 もちろん例外はありますよ例外バッか持ってきて「うえ!」とかって言う人本当多いんですけどで動作同士はやらないですけどいや状態同士の方が少ないからなのでこっちをやった方が早いですわざわざ動作同士を暗記するとかってやる必要はありません受験で狙われる状態同士をまずは覚えていきますはい「I have a car」っていうわけですねはい車を持ってるようですね同じように「I own a car」とかね はい、で、あ、関心弱いですから、だからくっついちゃいますね。女みたいな、幅みたいなんですね、えー。合体しますね。I have a car. I own a car. みたいな感じですね。えー、私は部活動ですね。テニス部に所属してますだったら、そう、I belong to the tennis club という形になりますね。belong to っていうので、まあ覚えますよね。必ずしもね、to だけとは限らないんですけど、一応入試では belong to で覚えておきましょう。で、belong to the tennis club ってやつなんですけど、なですからね。あのね結構 テニスクラブって書く人がまあ一番多い。ザーついてないで次に多いのが belong to a テニスクラブって書いてくる人がいるんですけどあって言っちゃったらなんかテニスクラブ複数ある感じがしちゃいますよ。その学校に、ね、何個もテニスクラブがあってそのうちの1個に所属してますみたいなね。チャラい大学のサークルみたいになっちゃいますからそうじゃないでしょ。大体いい部活動1個しかないですからだってつくことがほとんどです。はい。I love Ken、ね、Ken が好きですってやつですね。とか、ね、じゃあジョン嫌いですね。I hate John。 ね、お気づいてましたうちの例文ケンはいい人でジョンは悪い時に結構出てくるって気づいてました。<laughs> これなんですけどまあ知ってますよどうせねこれ上げてくるんでしょ?ね「I'm loving it」とかって、ね、出してくるんですよ。 知ってますよ私もアメリカ行って英語を教える授業で出てきてその文法のクラスで「はい間違いはどれでしょう」みたいなんです、ね、ので出てきて「I'm loving」なんとかって出てきててね、はい、これみんながね「l o ラブは状態どうしたか進行形できないですね罰してね先生がね <laughs>、えー、実は言るんです」みたいなね。<laughs> そういうい授業もあっったんですす知ってますよそう言えるし言えるのは知ってるけど一応ダメで覚えて,てください、ね、すごい口語的なんですよ宇宙好きみたいな感じですけどそんな例外ばっか覚えてたらもうしょうがない英語は例外だらけ言語は生き物ですからどんどん変わっていくのでそれしょうがない古文はね死んだ言語ですからいいですけど、ね、例外は少ないけど英語は山ほどあります、ね、なんかスラングばっか覚えるのやめてね「ラレベニー」とかですねかっこつけてやるのはかっこ悪いですからだから言ってたよ アメリカで英語を教えている先生がさ日本人って「wanna ってよく使うじゃない。「I wanna do that」とかってね使いたい。「gonna とかさ使いたいわけですよ。「going to」の意味ですね。「be going to」ですね。「I'm gonna」とか言うわけですけど、えー、すごい嫌がってましたからもちろん英語が使える人が言うんだったらいいんですよ自然だから。英語は全然できないのに「I wanna do that」とかって言ったらもうギュ全然発音できてないのに何でここだけ「わな」なんだってねそもそも発音ができてこう短くなった時に言う表現なのにみたいな。 だから英語に敬語はないとかってよく言われますけど場面に合わせた英語っていうのはあるわけですよこのビジネスミーティング it とか I'm loving とか I wanna とかって、ね、言わない方がいいですよ あなたが就職の面接でさ入ってってさう,うちの会社はとか超やべえとかですねまじ、えー、けてんだけどとかって言ったらホワってなるでしょ同じですまあまあ罠はそこまで強くないですけど場合に合わせてさラブリーとかですねいるんですよ確かに ng を全部 n で発音する人ねある女性が全部 ng を n で発音したんですよでその女性が帰った後にあもう全部 ng を n で言うからすごい低俗な人に聞こえてやだった。 はい、Hi, I know John ですね。はい、John 知ってるよ。で、ね、I'm knowing ってほら、日本語の手いるってついちゃうからさ、だから I'm knowing って言いたくなっちゃう人いるんですけど、I know John です。いいですね。はい、I remember John ですね。John 覚えてるよ。I forget John's face ね。あ John の face 思い出せないんだけど、ね、進行形できない。あまあ,あの、もう忘れちゃったよって官僚形とかね、過去形で使ったりすることもあるんですけど、i forgotten John's face とか、I forgot John's face っていうふうに使ったりすることもあるんですがえ現在形でも全然使えます。ね、ただし、 この進行形で使えないっていう感じで出てくるんだけど例外があってそれが結構出ちゃうことがあるんで知、えー、っといてください。Uh, always forgetting. ですねいつも忘れちゃうよってやつです、ね、この「BeAlwaysING」とかって覚える人もいるんですけどで「いつも何々ばかりしてる」っていうふうに、ね、記憶するんですよそしてそれは状態同士でも進行形で使えるんだファッファッファッ」って覚えるんですけどいやこれで覚えればいいですこれぐらいしか出ないからその途中であるっていう意味の進行形じゃなくてそれ何回も繰り返しやってるっていう意味の進行形なんですよちょっと別のキャラ ラクターなんですね。で、なんで状態同士ってさ、使えないのって思うよね。状態同士ってどんなものだったっけました？そう、そう、そう、そう。始めや終わりがはっきりしないもの。ここがボヤボヤボヤってなっちゃうんですね。そういったもののことを状態同士って言うんですけど、始めや終わりがはっきりしないってことは途中もよくわかんないんですよ。だから進行形と相性が悪いんですよ。始めもわかんないし。 終わりももかかなないいし途中も分かん,ないんですよえただし気をつけなきゃいけなくて「ハブ」とかってね所有してるだけじゃないんですよ他の意味もあるんですよいろんな意味があるとしてますねでその他の意味の場合は状態同士じゃなくなるので気をつけなきゃいけないです例えば「I'm having fun ですね「楽しんでるよ」っていう形で、ね「Have fun 楽しむ」っていう意味ですねこの場合は「持つ」という意味ではないので進行形にすることができます で他にも I'm having lunch ランチ食べてるところですそう食べてるっていう時には進行形にできるわけです、えー、気をつけなきゃばならないのがこうやつです have とか look smell taste とか stand っていうのを気をつけなきゃいけませんでまずねこの look ですね I'm looking at you っていうのはこう意識的に自分でこう見れるわけじゃないですか、ね、だからこう普通に進行形に使えるわけですね、えー、でもね you look good みたいな形、ね、この見えるっていうやつねこの、まあ、s SV、覚えてますかそそうそう、C だね。ね、これ、ね、形容詞ね後ろ就職してる相手がいない場合は「SV」「C」の「C」になるってやったやつですけど、ね、この形の場合は「見える」なんでいつから見えていつ見えなくなるか分かんない始めと終わりがはっきりしないからまあ、状態同士って言われるやつです。なんで基本的には進行形にしないよっていうふうに習います。でまあ確かに学校でそう習うのでそう覚えておけばいいですが実際の英語はね、えー、かなり この looking good. みたいな形で使うことは多い。まあ一時的なものだよっていうねそう進行形には一時的を表すものもあるから進行形で使えるんだっていうふうに教える人もいるしまあ別にそれでもいいですが実際ねすごくよく使う表現なんで「You're looking good ね」ね、まあ、何回も言われたことありますよ。だから普段パーカーとかしか着ないのになんかスーツとかね着てたりすると「あっか今日かっこいいね」みたいなですね。 え進行形にできないって習ったのになんでって思ったことはありません自分は一時的にしかかっこよくないんだ普段はかっこよくないんだとかって思ったのを覚えてますがまあ非常に日常よく使う表現なんですよ good.、ねえー、でも一応はね進行形にあんましないんだと覚えておいてくださいはい次ね「e l l ってやつですね「can I smell in the flowers」って言ったら自分の意思で鼻のでで匂いい嗅げるわけじゃないですかだから進行形に、ね、なっている動作同士だっていうふうになるわけなんですがこれも同じように「 The flowers smell good みたいな形で SVC っていう形になる場合は花はいい匂いであるっていうのは花からいつねその匂いが出ていつその匂いがなくなるのか分かんないですから花っていうのがあいい匂いだっていう場合は進行形にはしないんだというふうに覚えておけばいいです。 でもね、うちにはねお抱えネイティブさんがいてですねこれ全部見てる人がいるんですけども、えー、その人がね「ええー、言えるじゃん」って言ってましたはい <laughs> でも例外ばっかり覚えてたらさもう先進まないので基本はできないんだなっていうふうに覚えておいてください、まあ、状況をねすごく考えればできることはできるんですけど、ね、基本はしないんだと覚えておいてくださいはいこれもそうですね「ケンイツテイスティンダワイン」って言ったねケン、えー、は意図的にね自分の意思でこうねワインをこうねテイスティングしてるわけですけども This wine tastes great. wine、ね、このワインすげえいい味してるよ、ね、っていうまた SVC の場合は,それはこの味がいつから始まっていつなくなるかがわかんないですよねそうだから状態同士として基本は使うんだっていうふうに覚えておいてください自分で意図的に始めたり終えたりすることができるものは動作同士で進行形にできるけどいつ始まっていつ終わるかわかんないやつの場合は で状態同士って言われて進行形には基本的にはしないんだと覚えておいてくださいえ最後スタンドですねこうやつも気をつけなければいけませんあどっちが入るでしょうはい「t タ e t なんとか」あったタップ・ッヘルヘルは丘ですね丘の一番てっぺんのところにタワーが立っているっつった場合さあどっちでしょう答えはこっちなんですね はい、the tower stands at the top of the hill. っていうのと、Ken is standing over there.Ken はそこに立ってるよっていうので、これ違うんですよ。分かりますか上の方は、タワーっていうのは自分で立ったり座ったりできないですね。立ち始めるとか、ね、立つのをやめるとかできないですね。それに対して、人ですね、Ken。Ken is standing over there. そこに立ってるよっていう Ken は自分で立ったり座ったりできますね。そう、始めや終わりがはっきりしてますね。 それでは同じどうしてもこういうふうに状態同士的に進行形にできなかったりするわけなんですねその意味によってね分かれることだってあるんですよ使い方ねはいそういう形ですねえこういったところもきちんと覚えておきましょう基本的には状態同士は始めや終わりがはっきりしてなくて進行形にできないそうビー NG にできない進行形にできないっていうのをはっきり覚えてください例外ばっかり覚えてもしょうがないですから まずはそういったものなんだなと覚えていきましょう。具体例をね使ってちゃんとね。その違いとかっていうのを覚えていくことをお勧すすめします。はい、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 今回は進行形についてやっていきたいと思います前回は、えー、状態同士と動作同士っていうのをやりました状態同士っていうのは進行形にしづらいんだよっていうふうにやりましたねでは今回の問題を見ていきましょうどうでしょう can when なんとか a book when his phone his rang で覚えてますねそうですまず考えるこの4択問題時制の4択問題出てきたってなったら そう時間を表す表現を見つけなさいって言いましたねその時の印を見つけなさいさあ今回どうですか時の印はありますねそ Rang っていうのがありますねはい、Rang っていうのはうリングの過去形ですねはい電話が鳴るっていうやつですね電話がリングになるっていうわけなんですが、ね、最近電話リングにならないのか携帯だから,だからそうです過去になりますねだからまず過去じゃないのを動かします 1>, はい、1番、現在系、reads がいらない。えー、そして、これ、ほら、現在完了系、ね、これ、現在完了系は、現在の話ですから、完了で終わったってイメージで、過去だと思っちゃう人いっぱいいますけど、違いますよ、ですね。はい、で、残ったのが、2番と3番です。read っていうのが、過去系、あ、そうそう、read っていうの、過去系、read 同じスペルですからね。次が、was reading。はい、これになるわけです。さあ、どっちが正解なんだっていうわけですが、uh, when has found ran? ですね。 はい電話が鳴ったわけなんですがこれイメージ持ってくださいどちら二番にしろ3番にしろ読むっていう動作が入るわけなんですがあなた本どうですか読んでる時間一瞬で読むことできないでしょさ,さあ本読もう<ス>とですねできないですねはい普通本読むっていう時にはある程度の時間かかりますよねそうある程度やっぱ本を読む時間ってかかるじゃないですか一瞬で追われるものじゃないですよねで電話が鳴った電話が鳴るっていうのはリ,リリリリリンって鳴るわけですけど。 で、これ電話が鳴った最初になった瞬間のことを表しています。では、電話がリーンってなるので、リーンのところは一瞬ですね。そう、一瞬なんです。はい、じゃあレッドとワズブリにどっちがいいか分かります。えー、なんで今のでわかるんですか？いやわかるでしょ。こういうですね。この時間幅がある中で電話が鳴った時は読んでる途中でした。って意味ですね。そう、途中を表すのが進行形でした。 そう、それは現在進行形でも過去進行形でも変わりません。やってる途中だよ。っていうのを表すやつですね。こうやってま良、あ、くね。時の一点とかって言われるんですけど、この途中？ ここズバッとですねこの途中のズバッといてき途中を表す時の一点みたいな表現が出てくる場合は進行形を選びなさいってよく言われますまあこれ裏技みたいなもんですけどまあそれで確かに解ける問題は多いですねはい「Cambridge was r ケン i n g a book グ・ア e ク・ウェン・ヘッズ・フォン・ウェン」はい電話が鳴った時、えー、読んでましたっていうやつです、えー、一応強弱意識しますが「was、はい、ははい「B」e 動詞だからそう弱いですねはいだから「c a r ケンブルツ・リーデ i n g っていうようになりますねで「あ」は弱いですねはい。 関心、ブック、はい、名詞、はい。when は、そう接続詞。接続詞は弱いですね。そう忘れないで、ね。はい、ヒズは代名詞、はい。代名詞は弱い。phone、はい、は強い。ran は動詞。はい、こういうふうにやってくださいね。この意識してください。だから、Canvas reading a book when his phone rang っていうふうに弱いところは早くなるけですね。When his とかね。Reading a, reading a.Canvas, ね,ね、これ。Canvas reading.、ね、ということで、弱音は弱く、早く読まれるっていうのを意識してくださいね。 じゃあ次いきますねはい「ジョンが帰ってきた時ケンは風呂入ってたよ」だったらいきますちょっと長いですねはいですね「ケンはつてきにゃバースウジョン・ケイン」ってですね「えー、ケンが、はい、風呂入ってましたよジョンが帰ってきた時はね」っていうふうになるわけですだからケン風呂入ってる時間なんてさ一瞬じゃないでしょ 時間があって、風呂入ってる時間って多少あるわけじゃないですかよっ,よっしゃバシャンとわっみたいなですねならないですねジョンが帰ってくる瞬間は「うえーっわ」じゃなくて「ですねはいただいま」って一瞬ですねだからこういうふうに一瞬ねこの一瞬でズバッと切られるわけですねそこのズバッと切られた時にあなたはお風呂に入ってる途中ですねのび太さんの何とかみたいそなそういうことです途中ですねだからこういうイメージをちゃんとね持っといてください一応強弱やっていきますかはいだから。<puppy prosecution> ここなんですね、はい。はっですということになります、はい。ちゃんと強弱をつけて文を覚えていきましょうね。はいでは次の問題です。さあどれが入りますか t r l s will be traveling or traveling has traveled。えー、見ていきましょう。今度はどうですかそうですね。tomorrow っていう時間の印がついてますね。明日。で、えー、来てるからまずはい。 未来ですから、そうすると、はい、未来を表してないやつ、さようなら、さようなら、さようなら、みたいなですね、はい、一瞬でですね、おしまいってなる。で、そうすると、何こいつみたいなですね、ウィルが未来っていうのは知ってるけど、なにこれ、ウィルビー・トラヴェリング、ウィルビー・イン・ジとかって、なになにってなる人もいますよね。あちなみに、トラ v e l ね、イギリスでは L2 つになりますね、トラ e l リングとか、トラヴェルドっていう過去形の時も L が2つになります、イギリスなら、なぜ奈良にしたのかよくわかんないですけど、自分自身も。えー、県は明日の この時間。明日のこの時間、奈良に旅行に行ってますよって意味です。Can we travel into Nara at this time tomorrow?、ね で明日っっていいいいうのはまあいっぱい時間があるわけじゃないですかその中で明日のちょうどこの時間ちょうどこの時間はトラブルしてる途中ですよってですねそういう意味です。でこういうなんかちょうどそこみたいなねのが出てくるときに進行形がよく出てくるよっていうふうに言われるんですけどそうで一応やりますよ強弱見ておましょうか、はい、強弱はそう「剣」というですね「わはい強同士弱いですねはい B 同士弱いですね。 トラ e ルはどうし、トゥは詞、前置詞は弱い。ナ a はい。あと前置、詞弱い。This は、はい。そう、代名詞弱い。Time tomorrow。tomorrow で、えー、だこういうふうになりますね。Can we be traveling to Nara at this time tomorrow? っていうふうになりますね。で、えー、こういった形になるわけなんですが、で、こんなのさ、言うときなくね。そもそも、明日のこの時間はね。ね 何々ですっていうテレビ番組ぐらいしかなくね「明日のこの時間はちょうど私これしてるね」「来年のこの時間はちょうどこれやってるところだよね」とかってさ言わないでしょ入信出んのこれなんだけどさいつもその「未来のしている途中です」っていうのが出てくるんだけど未来進行形ってこの Will be、ね「WillbeING」ねでそれだけ出題されるんですけど「WillbeING」ってめちゃくちゃよく使う表現です。 めちゃくちゃよく使うんだけど明日のこの時間は来週のこの時間は来年のこの時間はこうしている最中だっていう意味では使わないですほとんどないじゃんそんなこと発言するじゃあどういう時に使われるのって言ったらはいこう,いう形ですね Can we be a t t e n d i n the m e e t i n tomorrow? っていう形ですこういった形でよく使われますこれ見てください at this time ついてないですね明日のこの時間は 会議に出てる最中ですみたいな感じで使うことはまずないんですよ。じゃあこれどういう時なのって言うんですけどそうこれが受験と違う形です TOEIC、はい、とかにはすごくよく出てくるんですけど基本は予定です。予定を表す時に w e b i n g っていうのはよく出てくるんだっていうふうに言ってください。 過去のやってる最中ですよ、途中ですよっていうのは非常によく使いますただ未来のやってる最中ですっていうのはほとんど見かけないのでむしろウェルビー e ING が出てくる場合はほとんどが予定だと思ってください<え>県は明日会議に参加する予定ですって言うんですで、じゃあなんか予定だから人がいつも職に来んのかって言ったらそんなこともありません人とも限らないんですよはい、こんな感じで言うことをですね The library will be closing in 10 minutes ね。 あこれ時間の in ね。何分後、何日後、何ヶ月後っていう5のやつですで。あと10分でってことです。10分後にライブラリーは閉まりますという意味ですね。だこれ10分後にライブラリーは閉まっている最中であ,あるって意味じゃないですよ。わかりません、ね。そういった形で、えー、未来の予定を表すときに非常によく使われるものなんですよ。ね、間違いになりますだね。で、さらに習う、まあ、やつは<タッ> Can I attend in the meeting tomorrow? とかっていう形で 「ケンは明日のミーティングに参加してますよ」っていうそう「ケン is going to attend the meeting tomorrow」そうですね「B going to」って予定を表すときに非常によく使われるので、えー、出てくるんで未来形としてよく習うんですけどまあ確かに「ケン is going to attend the meeting tomorrow」って言えます。でも長いよね こっちの方が短いでしょだからこっちの方がむしろ使うよって自分自身は言われましたよアメリカに行った時にね。だから自分自身もそうです。こっちの方が圧倒的にですか going to 使う時はしゃべって「g o n ガナ」って言っちゃいますねはいでこっちの方が短いでしょ「ケンス・アテン meeting tomorrow っていうふうに言えばいいんですそうだから結構動きのある動詞の場合はだから未来を表すとかっていうんですけどそうでもないですねただし動作動詞だけですかね当然ですね状態動詞は進行形できないですから動作動詞ですえそんなでもさしている最中かさ未来のことが分かんないじゃんいやついてるから大体 <laughs> その場合ねつけてやってくださいこう時間表現それがついてれば分かるでしょ Can the meeting、right、now っつったら 分かるけしょ今会議中です出てるとこですって分かりますねで「tomorrow」ってついてればあ明日なんだなっていうのが分かるでしょそういうことなんですよはいでは今日の英単語アテンド行ってみましょう、まあいろんな進行形ねいろんな意味あって大変だっていうので意外とね驚いたかもしれないですが「アテンド」厄介な単語ですのでえきちんと覚えておかなきゃいけませんまあもともとはね いずれやります「アット」とか「アップ」とか「アック」とか「アス」とかねついてるやつらっていうのは「トゥ」の意味を表すやつですねラテン語とかフランス語の「ア」っていうのは英語の「トゥ」にあたりますで「トゥ」っていうのはこっち向きの矢印って前にやりましたけどこっちにって意味ですで「テンド」は「伸ばす」って意味ですいずれやりますいろんなのであだから「テンション」とか「テンション」って「緊張」って意味ですねテンションが高い「フフフ」みたいな意味では使いませんので,でこれピンと張り詰めてるって意味ですからそう緊張状態のことですねでだから「テント」って言うんですよ テントを張るってでいろんなのが出てきますから外に X は当って言いますね外に伸ばすエクステンドとかっていうのが出てきたりさまざまなものが出てくるので、まあ、いずれそれはやってきます、えー。アテンドは使い方が要注意なので覚えておきましょう。ね、アテンドミーリングですね今日普通にやりましたがこの表現は覚えておいてください。何でって言ったらアテンドこれ多動詞だよっていうのが問われるんで。 入試も出アテンドトイックでも問われたことかアテンドアットとか,です、ね at とかね、in とか入れないでくださいね。アテン m ミー t i ン g というふうにそれで会議に参加するですね。さらにアテンドゥアパーソンですね。 出てきちゃうことがあるのアテンドっていうのはそっちに手を伸ばしてですね、えー、こそっちに手を伸ばすこっちに向かっていくわけですね伸ばしていくわけです、ね、それに出席するっていうイメージもあるし更、えー、にはその人にお世話を伸ばしてやる、ね、お世話をこうやって与えてるそういうイメージを持ってください。なんで、えー、世話すするっていう意味もありますでさらに他にもアテンドっていうってその注目する注意するそっち側に注意をこう伸ばすっていう意味もあるんですがそれはまず見かけることはないので。 アテンドってね。だだからあるんん。けどやりません辞書によっても多動詞でその「注意を払う」ってやつが載ってんのと載ってないのが分かれてるぐらいなんで、えー、なんで使わないから載せなかったですけどで何が厄介かっていうとこの使い方だけじゃなくてですね、これもあんまり出ないですけどでそれぞれの派生語的な名詞が厄介なんです。えどういうことかっていうと「出席」する。出席っていう名詞の場合は「アテンダンス」ですね。えー、とトイックなんかを受ける人は出席者数っていうのでも出題されます。 一人一人の出席者のことをアテンディーと言いますね、まあ、一応数えられるので「案」を打っておきますが「えー、アテンディー」というふうになりますで、えー「お世話をする」だと、はい「キャビンアテンダント」とかっていいますねあんま言わない表現ですよあのフライトアテンダントですねフライトアテンダントの方がよく使いますそう「アンとってねなんか形容詞って覚えてる人結構いるんですけど「人」って意味もありますので気をつけくださいだから「お世話をする人」で「人」だから数えられるのは当たり前ですからねこれねえー、というふうにも使いますしあとはそう「注目する」 pay attention to とかってていうふうに覚えません注目というのでこんな派生語たちの名詞があるので,でこれがちょっとややこしいかなと思いますね。まあ世話をしてあげるということは確かに注意をその人に向けてあげるってことなんで意味をつなげるのは覚えやすいんですけど、ね、こういった派生語の意味が違うのでそれぞれですね。はい、出席、出席者数出席者です、ね、世話をする人。 お世話がっかりですね乗務員さんとか注、えー、注意注目っていう,うういうふうに分かれるのかっていうとこういった意味の違いからこんなふうにいろんなキャラクターがあると思ってくださいね。でもどれも最初はそっちにこう伸ばすっていう、ね、意味から、えー、来てるものなんですね。はい ということで、ね、そうこれもいずれやっていきますけど仲間っていうのはまとめて覚えた方が覚えやすく忘れにくくなることが多いのでこういった形でもやっていくと思ってくださいはいこの授業ですねやったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれで始まりました基礎英文法講座ですね今回はですね官僚形ですまあ大変です官僚形ってねやらなきゃいけないことがたくさんあるのでこの量を関するにはかなり大変だと思うんですがとりあえずやってみますではいつも通り問題を解きます 今回ここからの問題はすごく楽勝ですのでもうさっと解いて終わりましょう。えわかんない。いいです。一緒に勉強しましょう。したら答えわかりますね。ハブたす。そう。過去分子とかいうやつですね。はい。I have finished my homework ってやつです。ハブと過去分子が一緒に出てくるやつを完了形っていうやつですね。そうそう、フィニッシュと。あ、これだから過去形のフィニッシュとは違うんですよ。ね。はい。では見ていきますね。I have finished my homework っていう形になりますね。はい。これで終わった4ですね。宿題終わりましたってやつです。 このハブっていうのなんですけど、えー、助動詞のハブと言われるやつであまあ今まで習ったことあるね助動詞「can」とか「w i l l とかは動詞の原型を置くんですけど後ろに「括弧分子」ってやつを置くことができるやつです、ね。ですかねで括弧分子を置くことができるわけなんですけどただそう「弱いね」ね発音弱いんですよ。発音弱くなるやつなんでこういうふうにくっつくことが多いですね。 喋るときはくっつけてください。うん、えー、まあこれあの助動詞の will のところでやりましたよ。I'll っていうふうにくっつけてねっていうね、時制のところでやりましたね。えー、助動詞 I'll ね、I will じゃなくて喋るときは I'll になるよ。それと同じです。I have っていうのも喋るときは I've っていうふうにくっつきます。なんで読むときは I've finished my homework っていうふうになります。ですね。I've finished my homework で。でこれが でハブ過去分詞詞ってやつですすこののハブ過過去去分分いいうのを完了形と言いま詞知らないよって人ね、えー、ぜひまあ表とかね、えー、見てね覚えてくださいですねさすがにあの高校なので過去分詞までは原型過去形過去分詞形とかってやつですね中学校で習うやつですけど、まあ、完了形だから完了用法別に普通じゃんっていません、ね、他の用法が出てきた時にややこしくなるのでまずはああ完了用法ふーんと置いとけばいいですで当然気になりますよね、えー、これ宿題終わりましたって っていうのと、あ、テネシーマイホームワーク宿題終わりました。何が違うんじゃっていうふうに思いますよね。そうです、当然思うと思うんですよ。これね、えー、同じ事案っていうふうになると思いますね。一応ね、違いはあることはあります。はい。で、どういう違いがあるんですかって言ったら、上の方がその終わった状態を持ってますよ。宿題終わったから遊べるぜいっていうニュアンスが含まれます。 現在官僚っていうのは現在っていう風にね、えー、言われるんで今のことです基本的には今に焦点が当たってるんですね。どこに焦点が当たってるの みたたいな感じでで、はいね、そこに焦点が当たってるわけですよだから「宿題終わって私今暇です」みたいなね「私宿題終わったから遊べるよ」みたいなねそういうニュアンスが含まれると思ってください。それに対して過去形っていうのは「宿題ただ終わったよ」っていうその事実を述べているだけだと思ってください。で気をつけなきゃいけないのはそうなんですよ今のことについて述べているので具体的な時間と使えません。 はい具体的な時間表現と一緒に使っちゃいけません。えどういうことをつったら、I finished my homework。昨日終わったたら、そう、yesterday ですね。昨日終わりましたって言えます。I finished my homework yesterday とは言えるんだけど、これね、I've finished my homework yesterday っていうふうには言っちゃいけません。 ね、だからここが一番重要です。具体的なな時間表現と使っっっちゃだだよってていいうのを言ってくださいなんかね多くの勘違いが「えー、とフィニッシュとマイホームワーク」って言ったら結構前の時間に終わってて「I've finished my homework って言ったらもう最近もう超さっき終わったみたいな、ね、今終わったさっき終わったみたいに思ってる人がそうじゃないですよ。終わって今しますっていうそういうニュアンスなんですよ。だって別に言えるわけですよ。この I 1分前に終わりましたよって言えるし、1 second ago、1秒前に終わりましたよって言えますからね。でもこれ具体的な数字があるから、I've finished my homework one second ago とかって言っちゃいけないんです。そう、なこのね、えー、よく問われるのは、あごと使っちゃいけないよとか、yesterday とかっていうのと使っちゃいけないよとか、あと問われるのは、last なんとかね。 last month last year month ととかかね、まあ、この宿題にあんまつかない。「I finished my homework last year」とかね、去年終わらせたよみたいなね、1月にしゃべる会話だったらありえますけど、こういった表現たちで使うことができないよっていうのが問われたりするので、お気をつけください。さらによく使われる表現ですね、「I've already finished my homework」ね、でに終わったよとか、こういうキャラクターですね。「already」っていうのと相性がいいんですよ。 で、あ、already。もともとはこれですね。ここから来てます。already。すべてのことが整ってますよっていうのから来てて、でもう終わったぜいつを。もう終わったよっていう意味になります。just っていうのが出てきますね。I've just finished my homework、ね。ちょうど終わったとこだよっていうね。こういう印を見つけてやると、完了形の、まあ、4択問題とかで、えー、すぐに答え選べたりとかしますんで、これが印になるっていうふうに覚えといてください。ここで homework っていうのが出てきてるので、一応これ言っときますね。間違いやすいんで、本当に。 英、えー、作文で非常に間違える人が多いのがこのホームワークっていうやつです。で、ホームワークっていうのは数えられない名詞、不可算名詞と言われるやつです。一応、UNCOUNTABLE とかって言われるので、U というふうに書いてあります。はい。I have many homeworks って言っちゃうの。ホームワークが数えられないので S つけちゃいけないんですね。だから、当然、many とかもダメなんですよ。では、I have a lot of homework とかだったりですね。 そういうふうに「マッチ」はね避けた方がいいです「I have マッチ m e w o ーク」とかっていうのはこれまたやりますよ深算名詞とかのところでやりますとちなみに、まあ、自分が留学してた時にそう言ったんですよ「こうだなんて言えばのホームワークって分かんないんだけど」ですね。 っ、えー、って言っちゃいいけないんでしょ、そう言っっちゃいいけないよってねそもそも「work」っていうのは仕事の意味の場合は数えられなくて「ね、works」って言ったら作品って意味になるんですよ。うんえー、それでこうホームワークって当然やらなきゃいけない仕事じゃん作品、まあ、図画工作とかあるか <laughs> でも。でも普通は作品じゃないから、ねえー、この「homework」って数えられないんですけど、えー、じゃあどうすればいいんですかって言った時に言ってたのが「tons of を使え」って言ってましたね。 当然人によって好みがあると思うトン」ってほら1トンってあのでっかいやつですね1豚じゃないですよ1トンってでっかいやつですけどだから「Tons ン f h o m ー w o ー k って言えばすげえホームワークいっぱいっていう感じがするんですよ大学入ったらちょろちょろチャラチャラでサガサガポコポコね、えー、簡単に卒業できるわけですがアメリカそうじゃないので一つの授業で100ページなんて当たり前ですから本がコピーされててそれが1ページ4つあるんですよ1ページに4ページコピーされててそれをいっぱい読んで宿題やんなきゃいけなかったから本当にね大変だったんですけどホームワーク 名なんですけど、アメリカでは結構加算名詞の宿題っていうのが出てくるんですよ。assignment っていう単語があるんですね。assignment っていうのは、assign っていうのがね、まあほら sign 印ですけど、ね、お前これやれみたいなねこうど、こうやって指名するっていうのがアサインなんですけど、やんなさいよってやつなんで、そうこの指名されたもの、割り当てられたものって えこういうフレーズで使うことができます。Homework assignment っていうふうに言います。だこれだったら assignment さんがメインの名詞になるので数えられるんですよ。だからここだったら別に I have a lot of homework assignments っていうふうに S をつけることは可能になります。 I have tons of homework. とかっていうふうにフレーズで覚えてくださいね。あ、ホームワーク S ついてないな。不加算だなってわかるわけで省略して。I have a lot of assignments って言ったって構いませんね。I have a lot of homework は S ついてない。I have a lot of assignments って言えば、あ、それはあ加算なんだなっていうふうにわかるわけですね、はい。はい。じゃあフィニッシュだけじゃなくて、いろんなのでやってみましょう。ペン買いましたよって言ったら、 I've already bought a pen. ですね。I've already bought a pen. ですね。えー、bot ですね。はい。by, bot, っていうので、あ、b ートって発音しないで、なんかこう、こっちに聞こえちゃいますけど、あ、まあまイギリスだったら、ね、bot みたいなね、えー。できないですよ、私が言えるイギリス英語。ですけど、えー、アメリカだったら、b って構いません。バロボットのボットですね。バ o っていうふうに口を大きく開けて、発音しない,いです、それで、I bought a pen っていうふうに、えー、言えばいいです。あ、なんか。 夏ん記号にてんてんがついて、無視し無視してとか言ってみう気にしなくていいです。I bought a pen ですね。I've already bought a pen。夕食食べましただったら、ね、?I've already eaten dinner っていうふうに言いますね。はい、もうすでに、えー、食べましたよっていうふうに言います。次、じゃあ疑問文にしてみましょう。ねえー、もう,もうホームワーク終わりました。もう宿題終わりましたかってあなたにですね。あなたもうホ,ホームワーク終わりましたって言ったらそう、so, have you finished your homework yet? ですね。Have you finished your homework? だけでもいいですけど、YET っていうのはこれよく使われるので、ねえー、もう終わったっていうふうに使うやつです。Have you finished your homework yet? っていうふうに、はい、疑問文の時には、あ YET っていうのが出てくるんだな。じゃあ、もう夕食食べましたって言ったら、Have you eaten dinner yet? ですね。Have you eaten dinner yet? っていうふうに、えー、言えばいいです。で、えー、ただしね、この完了形の完了の意味っていうのは、 アメリカではもう過去形で使われることが実際は多いんですよだからうちのルームメイトねまあいずれ紹介すると思いますけどねあ出てこないですよ <laughs> 話の中で紹介すると思いますけどその中のウィルソンと私は一緒の部屋だったんですけどウィルソンがねもう毎日のように、ね「did you eat yet?did you eat yet?」って言ってたんでそう「did you eat yet?」ですねだから「did you eat yet?」ってもう食ったもう食べたっていう風にで。<laughs> で、だからほら、音くっつくんですよね。D11 やってね。Oh, いいとか自動詞でなんとかとか、いいとか、e、は多動詞でなければならないとかわけのわからないこと言わないですね。こういうふうにくっつくんです。だから最初わからなかったです。その何言ってたのか、D11 やって、D11 ってっていつも言ってたから、は、huh、ぁって言って、そう、もう送ったっていう意味ですよ、ね。で、だから食べてないんだったら、どっか食いに行こうとかっていうので、いつも使ってた表現です、ね。じゃあ次、否定文ですね。まだ宿題終わってませんだったら、I haven't finished my homework yet。 こういうふうに、YET さんは、えー、この否定文のところによく出てきますね。疑問文否定文で使うって多分中学校の時に習ったやつですね。もちろん例外はありますよ。うえ、で,で,でみたいですね。出てこないでくださいね。その例外はいずれやりますから、まずは基本的には、ああ、疑問文否定文で使うんだなっていうふうに思ってくださいね。じゃあ,あ、まだ食べてないよ、夕飯だったら。そうですね。I haven't eaten dinner yet。ですね。No, I haven't eaten dinner yet。 っていう,ふうに使います完了形の完了用法の場合はこういう印が出てくるよっていうふうに中学校でよくなります。で「ジャスト」ってね「ちょうど今何のかしたところです」そうこの「ちょうど」っていうのがね出てくるせいですごい近い。 過去が完了形だっていうふうに勘違いする人がいっぱいいるんですけどで「already っていうのですで、えー、にやってるよってで,す、ね、で普通の「平常文」に使う、ね、普通の文に使うで「Yet」っていうのが疑問文とか否定文に出てくるっていうふうに覚えてください実はまあ「r e a d y っていうのをもうちょっと詳しくやりますと完了形だけに使うわけじゃないっていうのはこのね「オーレディ」や「Yet」ね完了形だけじゃなくて他の用語もあるよっていうのは、えー、おいおいやってきますから楽しみにしてくださいこの動画よかったらですね、えー、高評価チャンネル登録よろしくお願いします Hello there. 始まりました「基礎英文法講座」ですね。今回は完了系の2回目ということになります。今回はですね、完了用法ではなく、経験用法っていうやつになるんですね。ちょっとね、えー、経験用法なんで、けんけんしながら行きたいと思います。<laughs> はい。前回とは違ってですね、前回はアブタスカホ・ホーヴえン終了ってやつだったんですが、今回はそうは問屋は下ろさないんですね。さあ,、ねあ、最近問屋って知らないらしいですね。はい 舞台さんじゃないですよはい。では、えー、I have なんとか t o narrow twice ってやつですけど、さあ、一体どれが入りますか後ろにこれ、t o narrow っていう形を取れるのは、1個しかないですね。I have seen t o narrow, seen だったら,ほら、ねえー、to 消さないといけないですね。been t o narrow, okay.I've reached、はいね、reach to height, i reached to, じゃなくて I've reached narrow. 二回奈良に着いたっていう、なんかどういうことなんだはいリブド、はい、そうですね、lived in とかだったらね、あるけど to、ね、は取らないですね、そうです答えは二番の I've been to 奈良 twice、ね、行ったことがあるという意味になるので気をつけてください have been ってやつですね So I have been to 奈良 twice っていうのは奈良に二度行ったことがありますという意味になりますね前回やったの覚えてますかこのね、ね、えー、have っていうのが助動詞で弱い弱いから くくっつくっつつてやでですね been to twice. でで今回は官僚系の経験用法とか言われるやつしましたっていうのは同じです、ねえー、わざわざ経験用法って分けてありますけどもネイティブスピーカーからすれば意味が分かりませんその前回の官僚と経験って何が違うのか分かりません今回は TWICE っていうのがついてますねだから I've already been to NARA とかでもいいんですよ別にああ NARA もう既に行ったことありますよとかでもいいんですけど、えー、こういうふうに何回っていう表現ですね TWICE ってですね ね、こう踊っててる人たちじゃないですよ覚えてますね現在官僚っていうのは今のことですから今にその経験を持ってますよっていう意味になります奈良ってとこに行った経験なんで奈良にしたんだろう中学校と高校の時両方とも修学旅行が奈良京都だったからだからいらだって私書いたのかもしれません「I've been to Nara twice」っていうふうにえきちんと覚えてくださいねえじゃあ聞きますね疑問文にしてみましょうはい「奈良行ったことある?」だったら「have you ever been to Nara?」ってやつです ね、この「ever」とかっていうのがよく出てくるよって習うんですねこれ中学校でも習うやつです「えー、かつて」とかってやつですけど、はい「かつて奈良行ったことありますか?」って言ったらじゃあ今度は「はいえ一回も私奈良行ったことないですよ」ってなったら「I've never been to 奈良」ですね奈良には行ったことないですっていうふうに習いますねおダジャレはい <laughs> でだから「never」とかっていうのが出てくるわけですよで経験用法っていうのには印が結構あるんですよ とか何々 times、ね、で ever never とかっていうふうにこういうのが出てきますねえだから何回ってことですね何回何度っていう印が出てくるとで once ね once で twice、ね、twice はい、yes or yes とかね tt とか、はい、で,でそれ以降は何とか times 別に one t i m e two times でもいいんですけどまあ普通はこうね once twice っていうのを使いますでそれ以降ははいダ三3回だったらそう three times ね 4回だったら4 times、5回だったら5 times とかっていうふうに出てきます。Ever と Never、ね。ね基本的には Ever っていうのはさっきやったように疑問文に出てきますね。I've never been to Nara って言った場合ですね。行ったことがないよってやつですね。もちろん I haven't been to っていうふうにこのとだけでも構いません。I haven't been to Nara, can't とかと同じようにくっつくことができます。I haven't っていうふうに言いますで。ただ覚えてますね。そうそうこの場合は Haven とは 否定語くついてか強くなるんで「すかねねそこ忘れないで,、ね、で never」っていうのが出てくることさっき、e「ever」かつて言ったことありますかって言うんですけど、えー、この「never」っていうのは「not」と、e「ever」なんですよこれ。えっとそう「not」プ、e、ラス「ever」なんですよ。でだからもう一回もないよっていう強調になります。ever」っていうのが、はい、疑問文に出てくるものもちろん例外はありますよ。発音についてやろうと思いますね。 まあ前回ですねこいつが出てたと思うんですけどそうこれ発音できますかいやっと、そうですね Yes ね「Yes」は「Yes」ってさっきは何回もやってますけど、はい、これ時間が経ったら全く意味不明な表現になってしまいますが「TWICE」の歌ですよっつってもこれも、ね、通じなくなるかもしれないこいつらって結構今の時代の人たちは発音できるんですよ「Yes」は問題なく言えますねだでも昔の人たちって言えないわけですよこれ「YET」って言っちゃうし「YES」って言っちゃうわけですよ、ね、えでもあなたじゃ多分「y e t や「Yes」は発音できると思いますどうしてもねできないのかね ですね year、ってことですね、えー、これは非常に苦手な人が多いこれ今時勢のところやってますから時勢ってこの「year」っていうのがいっぱい出てくるわけじゃないですかいとさ区別がでできないわけですよ、えー、あるわけです実際あのカナダ留学してた時に試験のためのクラスにいたんですけどクラスメート全員スイス人だったんですけどである時ね「3」 3 years って言ったんでね、3 years って言ったら、うわ、耳っつってこうやってやられたんですけど、はい、耳3つもあんのみたいに、ね、言われて、いや、日本人はこれね、区別できないんだよっえー、そんなバカなみたいですね。そんなの嫌みたいに、ね、言われたことがあるんですよ。すぐに出せるようになりますねす、えー、すごいいい練習しててどうすればいいのかっていうんでね。 これ練習したんですよ、やいゆやよ、あ、これじゃないですかね、歴史的金具。和行変革活用と、うまいでしょこれ、かく練習したんです、昔。これじゃなくて、やいゆやよですね、これを練習するんですよ、で、まあ、今の日本語だったら、普通にこのいとえっていうのは消えちゃってるんで。昔はやいがあったんですよ、ぎ、ひ、い、ですね、い、ゆ、い、え、い、え、よっていうのがあったんです。で、この、さっきやったやすとかっていうのはできるんですよ、このや行のこの。 家の音は最近できるようになってきますね。家っていう音はできるんですけど、こっちのやっぱね、家はかなり難しいんですよ。だから練習してください。このや、い、ゆ、い、よですね。や、い、ゆ、い、よ。で、だん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 ,だん聞いたるで、い、い、って、なんかこのほら、い、いって響いてるブル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 ガガガガガガ,ガ,ガみたいなですね。何、何、何、この感覚、新発見みたいな、この、い、いって音がありますね。そうです。それを練習してください。この、い、いっていう、この。 舌が最初は震えているこの感覚ですねそれをマスターするとできるようになりますだからいや、い,いゆ、い,いよっていうですねはい、唱えてください,いや、いゆ、いよっですねはい、言ってくださいそうやってやっていくと結構日本人でも出せるようになりますのでだからや、いいじゃなくてや、いい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 って言うんですね でとそう前回です、ね、あのうちのウィルソン,うちのウィルソンって言うんですけど、えー、ウィルソンが登場しましたから、ね、留学中に、ね、3人の、ね、ゲイの男たちと住んでたわけなんですがエージェンシーみたいな契約しててエージェンシーと契約するのね高いんですよでルームシェアしてるのにだいぶ高い金を取られてるっていってで、まあ、いろんな国の人と一緒に住んだんですけどでそれが特、まあ、会、引っい特会、引っ換みたいなねボンボン、ボンボン変わっていくのでもう嫌だとで。日本って結構家探すの大変ですけどアメリカってバン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 ン、ね、ネットで探して引っ越せるんですよ。 っって言って言で,で偶然その1個隣の建物にウォルソンが募集しててで行ったらあみんなゲイですみたいな感じでもう時間ないしもう引っ越さなきゃいけない時だったから引っ越したんですけどでみんなアニメ好きだったんで全員ウォルソンと私は同じ部屋に住んですけどでルークがいてでクリスがいる。 で、まあ、自分がいるわけじゃない、えー、こういうふうになってるんですけどなんかまあ、ねまあ、不思議な関係だったんですよこの人たちね、えー。どういう関係だったかっていうとウィルソンとルークが同じ部屋で住んでたんですけどこのルークがね歩く白人です。ウィルソンとクリスはあそうそう私サンディエゴに留学してますからサンディエゴってほとんどがア,ア,アジア系アメリカ人ですからあこの学校行ってるの。で,でルークは基本的にアジア人男性にしか興味がなくてでウィルソンは白人にしか興味がないんですけど。 でクリスはアジア人だけどアジア人にしか興味てありますかね当たり前でもうなんかゲイの人なん誰もいいとかって勘違いしてるようですけどそんなことないですよ。である時ですねそルークとウィルソン同じ部屋だったんですけどルークがです、ね、ウィルソンにですねウィルソンを誘うというか <laughs> 誘うというか襲うみたいな感じになっちゃってただこいつらね両方ともムッキムキなんですよ。でだからでウィルソンの方が強い。<laughs> でウィルソンの方が強いウィルソンが、ね、殴っちゃってルークを。でこの二人が喧嘩別れみたいな感じで,でルークが一人部屋になってでウィルソンが その2人部屋のところで人がいないからっていうので探した感じでそれでこれで住むことになったんですけどで変なすごい仲だったんですウィルソンと、ね、ルークは、ね、非常に仲が悪いでしょだからそこがあってでクリスとルークは非常に仲がいいしウォルソンとクリスも非常に仲がいいんで僕はクリスとは仲が悪かったんです <laughs> なんかねうまくしゃべってくんない感じでねうまくいかなかったんで誰かが必ず誰かと仲が悪いっていうそういう家、ね、謎の暮らしだったんですけど。 あそだからここは仲がいい。ここは仲がいいわけです色,色分けしておきますか <laughs> と敵,敵同士。<laughs> 敵でもなかったけど、別にクリスと別に喋ることがなかった、ねはい。それぞれウィルソンともルークとも仲が良かったし、ね、こ,うこういう複雑な、ね、人物関係だったんですよ。え今回何だったあそう,そうそうそう、経験用法。からです、ね、私はそういったアメリカで経験をしてきたんだよということですね。東京、ね、to だったら Ibbento Tokyo。 I've never been t to once Tokyo o twice three times とかね I've never been to Tokyo とか Have never been to のこどこ,これはすごいよく使う Have you ever なんとかっていうのは俺も暮らしてて思ったの本当に生活しててこれめちゃめちゃ使うなっていうふうに思ったんでこれやったことあるとかここ行ったことあるみたいなのはすごくよく使うのでぜひねこういった表現は覚えておいてくださいです、ね、この動画よかったら、えー、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では始まりまりした 基礎英文法講座ですね今回は官僚系の第3回ですねそうですまだ3回目ですけどそう官僚系ってねほんと大変なんですよ。中学校でも高校でもこれ、ね、嫌いになっちゃう人がすごく多いところなのでだからなるべくゆっくりやってますので、はい、ではいってみましょう。ね、官僚系の3個目は、ね、いわゆる 継続法とかってやつですさあはいてきますね。空書に入るのは何でしょうさあどれができましょうかはい脳の形がいろいろ並んでいるやつですけども、まあ、知ってますねそうそうそう。まずね絶対やっちゃいけないやつが1匹いるでしょそう4番ですねこいつ覚えてますか 時制のところでやったの脳って何動詞っていう名前だったか覚えてますそうそうそう状態動詞ってですね状態動詞は何ができないんでしたそう進行形にできませんってやつですね B たす ING の形持たないよで実際はいろんなキャラクターが B たす ING 持ってるんだけど脳は本当に B たす ING とかけ離れてると一番遠い存在だっていうふうに言いましたね覚えてましたなんでまずこの形はないのでまず消去しますはい残ったもので言えるのは なんかそうそうそう分かってますね印ついてますよねそうセンスっていうキャラクターがついてますね、えー、センスっていうのはからってやつね2010年からって意味です2010年からこうですっていう印なんですがこいつと使われるのはそうです現在完了形ですね I have known j o h n Since 2010ですね、2010年から知ってますよこれがそう完了形の印なので、これが分かっていればすぐに答えを出すことができるやつです。I have known John since 2010って言うんですけど、はい分かりますね。当然やりましたね。はい、弱音についてやったと思いますが、そうですね。えー、弱い音なんだからくっつくよっていうふうにやりましたね。I've known John since 2010ね。2010年からジョンのことを知ってます。こういうふうにくっつくよって言いました。今回は継続用法っていうんですよ。おかしいと思わないですかえ 何が矛盾してないで完了ででしょ完了っってて終わるって意味形、ね、の,の継続続くって完了してるの継続してるのどっちなんだっていうわけなんですけどそう完了形っていうのはもう勝手にねお名前が付いちゃってるものなんですけど言いましたね,ね現在完了っていうやつハブタス囲むし詞でどういうのを表すって言いましたそうそう今こうだよっていう時に使うよってねっ最初にやった完了用法だったら「I've already finished my homework」「ホームワーク終わって今暇だよ」ってね。 奈良、ね、に行ったことあるよ鹿に鹿せんべいあげたことあるよそういう経験を持ってるよっていう経験用法だから管理用法経験用法っていうのも終わって今暇な時間を持ってますとかね終わってその経験を持ってますよねそれをこうやってやってその経験を持ってますよっていう時に使うわけですそれと同じように継続用法っていうのはずっとその経験を持ってます ね、こいつ持ってるよずっとそれ持ってるよっていう時に使うやつです。I've known John since 2010です。でそもそもねだって考えてみてくださいよ。ね、こいつ状態同士でしょ。状態同士ってどういう動詞だったか覚えてますそう。始めと終わりがはっきりしないですね。いつ忘れちゃうかなんて分かんないですね。知っているものっていうのをいつ忘れるか分かんないその状態同士っていうのは始めと終わりがはっきりしないそうだからこうあって始めがあって終わりがあるみたいな感じでここがよくわからんと。始めがわからない終わりがわからないと。で進行形っていうのは何を表すってたか覚えてますそう 進行形っていうのは途中を表すんですすね進行形は途中を表すでも状態同士っていうのは始めも終わりもないから途中も分かんないんですよ。というのが状態同士なんですだから始めも終わりも途中もないだから完了させらんないんですよ終わんないんですよだから完了形に状態同士を変えたところで終わんないんですよ。こいつね終わるじゃなくて 続くに変わるんですね。という特殊能力を持ったやつだと思ってください。でそこはただ「そうなのか」では状態同士はなんとかかんとかつって言っててんですね「例外が」とかって出てくると思うんでそっちに注目する必要はないですただただ名前がややこしいから名前は説明してあげるって言いましたね。だから名前はそういう理由でなってんだなって思ってください。そうだから始めも終わりも途中もないからだから状態同士というのは進行形にできないし完了させることもできないんですよ。わかりましたね。はい いいこと言ったで次ですね。i've in、tokyo、since been tokyo 2010、えー、私東京に2010年からいますってやつです。気をつけてね、え前回やったやつだと、そう、I've been to っていうのやりますね。I've been to は行ったことがあるんですね。I've been in はこれはいるって言うんですね。I've been in Tokyo。こいつ出てくるとですね、結構音が大変ですね。え、ということしたら、I've been ですね。ここくっつきます。I've 弱い音なんで、I've been ですね。 で、さらに、イン、前置とか前置は、そう、弱いから、ここもくっつくんですよ。I've been in っていうふうになるので、I've been in Tokyo ですね。なんで、I've been in Tokyo since 2010っていうふうになるわけですよね。I've been in ですね。できます、これね。I've been in Tokyo since 2010っていうふうになります。で、この since っていうのが、その空ってやつですね。で、もう一個ですね、よく現在完了のこの継続予報ですね、続いてるっていうのに、もう一個よく出てくる印があるんですけど、それは、そう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 、for ってやつですね。 じゃあ私はジョンのことを5年知ってる、ねえー。ジョンと知り合って5年ですみたいなんですね、えー。現在管理を使って言えますそうですね。I've known John for five years. っていう感じ for を使って言うことができますよね。はい、I've known John for five years.、ね、っていう形でこうやって言えば大丈夫ですね。 センスはからだったのに対して、ーは何々間っていう期間を表します。ややこしいので注意してください。まあ、フランス人とかもしょっちゅう逆で言っちゃうんですけど、センスとーは違いますから、日本人も非常によく間違います。ーの場合はその期間を言います。だから4、2000、10って意味わかんないですかね。2010年間知ってます、まあ、言えないね、そんなに、ねはい。だから気をつけてくださいね。センスの場合っていうのは、起点とかってよく言われるんですけど、2010年からずっと知ってますよっていう、このセンスの場合はこの点の部分を。 表すと覚えよください僕ね「起点」とかって言うんですけどそんな日本語はどうでもいいですこの「起点」っていうのここ「点」ですねこの「始まった部分」ですこの「東京」にい始めた時が「真相」ですこの「点」のイメージを持ってくださいだから真相はそれに対して「4」の場合は「5年間」っていうこの「期間」のイメージを持ってくださいこの,、はい、このイメージの違いがあるっていうのを忘れないでくださいこれが「4」と「真相」の違いですえじゃあ「東京」に5年間いますだったら I've been in Tokyo for five years. This how you say it. I've been in. Yeah, I'm I've been in. Tokyo for five years five っていうふうふになりまますね。まあ今でもね覚えてますよ。中学校の教科書がなんかね、I've been in Tokyo for two months ってね、このチャンスって言うんですけど、歌みたいな感じ。I've been in Tokyo for two months っていうのですごい覚えてますね。I've been in Tokyo for two months っていうですね。多分まあそれがあったから、この強弱とか、もしかしたらつけられるようになってるのかなと思うんですけど、そうですね。代名詞、女動詞は弱いとか、前置詞は弱いとかね。まあ、便の場合、ちょこっと強くなっちゃうんですけど、B 動詞、普通は弱いんですけど、Ben in Tokyo for two months とかね。からこれまあ Tokyo for five years っていうふうになるわけですね。はい、あ,あ、years やりましたね。これイーイーイーって音でしたからね、出せるようになりました。練習しました。いやー、イー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 イよ。練習しました、えー。じゃあ次ですね。疑問文にするんですけど、疑問文にするときにどれぐらいの期間いましたかっていうのが結構出てくるんですよ。例えばじゃあジョンとどれぐらいの期間知り合いなんですかって言った場合、なんて言えばいいかわかります？これですね。How long have you known John? っていうふうになりますね。How long っていうのを使ってやります。 how long have you known john john と知り合いになって、どれくらいなのってです。じゃあ、次は、はい、そうですね。東京に、じゃあ、どれぐらいいるのだったら。how long have you been in tokyo。 How long have you been in Tokyo? っていう風になりますね been in とかっていう風になると思いますはい、印3つやりましたね継続要項で出てくるそう、since と for と how long ですねはい、この3つが印となるまあ、中学校レベルだったらこれで全然大丈夫です高校レベルになったらそれよりもこれだけじゃダメなんですよもっとレベルの高いことをやらなきゃいけないのでそっちに行きたいと思いますねえだってそうじゃないさっき状態動詞っていうの出てきて あ,あそうなんだその場合完了権すると継続用法になるんだなっていうのが分かったえじゃあ動作同士の継続ってどうやって表しちゃいいのっていうふうになるはずなんですよ、ね、それが次回になりますね <noise> 今回最後何やんのってことなんですが発音です今回ですねそうこれがいっぱい出てきてたんですよ気づきましたこれそうわざととったんですよ、ね、タブとか わざわざ5 years にしたには理由があるわけですよなんで5年なんだろうって思ったかもしれないですけどそうですこの F と V を出すためにやったわけなんですがこの F とか V の音ですねやっぱ難しいっていう人がすごく多いですね多くの人が「はいどうやって出すんですか?」って言ったら「えー、知ってます下唇を噛むんです」ってね「うーってやる人がすごくい,いると思うんですがいらないですよそんなにわざわざ下唇をこうやってね「っていうふうに噛む必要なんか全然ありません。 だってそうでしょ、ね、これだから「下唇と上の歯を当てるんです」って言うんですけどだってあなたが口を閉じてひょこっと開けた時に勝手に当たってますすね。そうなんですよ。だってわざわざ噛んで発音してる人なんか見たことないでしょ?「ファイブ」なんて言ってる人ネイティブスピーカー見たことないですねそうだから誰にでもででもきる音なんですよ。だからこう当たってるっていうですね、感覚でそれで「フゥゥっていう 震える音を1回味わってください、えー、だから Y の時には「いい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 ってこの感覚を味わえていましたけどこれも同じです F だとちょっと味わいにくいんでこの V の方で「ブー」っていうのを「ブー」って音を味わってください Have とかね「five」ブ「ブー」ってですねでこれだと「ブー」ってずっと出せるんですよそれに対して「 B の音っていうのはずっと出せないんですよ上の唇と下の唇が当たってる音なんでブッって一度しか出せない音ですこれを継続して出すのは不可能ですねできますできないでしょブッまあまあブルッはできますけど、ね、それはできるけどこれだってブの音を何度も出してるだけですねこの V の方は継続して音を出すことができるんですよブーって息が続く限りは使えるわけですこいつは一度しか出せない音なんでだから違うんですよその感覚を味わってくださいこの、ね、上ののね上歯と下の唇が当たってそこが ブーって震える感覚を味わってください。ちょっと待ってね。強制取らないで。どう？うん、ドームがあるから痛いて。<laughs> えーってですね。はい、ブブってやるとそうそうだから歯の感覚味わえないんでこれ強制してると、えー、ブーってですね。はい、それを味わってください。例えばはいねこれベース。 ですねねベースねベースメントこのベースのベースですねベースっていう時にはい自分で感覚を味わってくださいわざわざ噛まなくていいですからベースベースベースちなみにイギリス英語では「バーズ」っていう全然違う音になりますけどはいですねベースとベースで分かりますね知ってますそのうつらいってなるけどそうだこの「 当たってる感覚をまず味わってくださいこのねハトハトした唇が当たってるっていうのをヴヴヴベイスベイスベイねこっちは普通にで唇同士でペイスペイスペイスあ聞き取るのはそう簡単にうまくいかないぞで,すよで聞き取る時にまあよく言うじゃないはいコンテクスト文脈があれば大丈夫だうんまあ確かにそうです、えー、文脈があれば大丈夫なんですけど大体の場合はねでも発音して上げる時は ちゃんと相手に分かりやすいようにやってあげる方が親切ですねそっちの方が思いやりですよね、えー、思いやりってもやべやべやべ重いとかじゃないですよそっちじゃないですけどそう発音ってやろうと思えばできますまあ、よくあるじゃんあの発音できないと聞こえないよとか聞こえる音は発音できる音だとかいろいろ言いますけどぶっちゃけ聞き取れなくても発音はできますから <laughs> まあ怒られそうですけどねいろんなとこから できますよ全然、はい、だから「ベース」っていうのや「ベースこれ、ね」聞き分けるのは大変かもしれないですけどそうこれ、ね、自分で発音できるようにしてやることは親切なことになりますから相手にに伝わりやややすくくるようにしてやってっださい今回は完了系の、ね、継続用法をやりましたんで、えー、ずっと続いてるってやつでしたけど、まあ、そこに「ハブ」とか。 ファイブとか、いろいろ出てたと思うんで、これほら、ワイの音も、ね、マスターできたし、ですね。え、ブの音もですね。あとは、そのブの音の、ブっていうのを味わって、そのブって、まあ、声帯ってやつですけど、それが震えなくなるのがフですから。フ。ですね。フ。っていうのを味わってください。これ誰でもできますから、下唇と上の歯が当たるのは。ちょこっと口を開けば、なります。いや、私、スーパーデッパまで無理ですとか言われても、えー、それは何も言えないです。 はい、ということで、した。今回の動画ですね、よかったら高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。と <music> は、始まりました基礎英文法講座ですね、えー。今回は完了形の第4回ですね。今回で完了するのかなでは、行きましょう。<laughs> はい、問題ですね。I なんとかサッカー since 2010っていうふうになります。はい、印、そうですね。また今回もこのね、センスっていうキャラクターがいますね。センスがくっつくと。 そうそうそう。継続するってやつでしたね。はい。ずっと続くよんっていうやつでした。そいつを表すときなんですが、そういうときに、そう、完了形、習れましたね。あれハブタす過去分詞あれ似てるやつはいるけど、あれいなくねみたいにね。そうです。え、実は答えは今回。これです。I've been playing っていう、完了進行形っていうですね。完了形、ほら、ハブタす過去分詞でしょほら、ハブタす過去分詞でこれね。完了。あ、ンって B の過去分詞ですかね。進行形っていうのはそうそうそう。B 足す。 ing ですね。これだから、完了形と進行形合体、完了進行形うん、うんみたいなやつです。I have been playing soccer since 2010ってやつですね。完了進行形で。でそしてこれだと、そう、覚えてますね。そうくっつくよ。ね、I've been playing soccer since 2010. です、ね、もう、I have じゃなくて喋るときは I've ですから。I've been playing soccer since 2010.2010、ね、2010年からサッカーやってます。で、これほら、覚えてますね。前回やったのは、 完了形でしたね。でも今回は完了申告権する。そう前回は I have known John since 2010みたいな感じで状態動詞だったわけですが、今回は動作動詞ってやつですね。だから動作の継続を 表す場合は基本的にですね例外はありますよあるけども基本的にはあ完了進行形にした方がいいんだなと思ってください続いてるよっていうニュアンスが出るんですよ普通動作同士を完了形にすると完了した終わったよってニュアンスになっちゃうんで終わってないよずっと続いてんだよっていう時は完了進行形にしてやるのが普通です動作同士は完了進行形にしてやって 継続になるただまあ具体例をちゃんと覚えておきましょう。わざわざハブ足す、ビーン足す、ING って覚えるんじゃなくて、I've been playing soccer since 2010っていう具体例を覚えてやってください。その方が全然早いから。えじゃあ覚えてますね。継続を表すやつって、since だけじゃなくて、そう、for も出てくるってやりますね。じゃあサッカー私5年やってますよだったら、 So, I've been playing soccer for five years. 覚えてません s i n c e と for の違いやりましたね。s i n c e っていうのはこっから始まったよっていう危険を表すと、ね。こっから始まった。2010年から始まりましたっていうのを表す。それに対して for っていうのはこんだけやってるよってやつですね。はい。逆にしないように気をつけろって言ったやつです。じゃあ、あ次ですね。私、2010年から英語を勉強してます。だったら、そう。 I've been studying English since 2010っていう風なんですね。はい、もうだんだん、だんだん慣れてきましたかそうですね。I've been studying English since 2010そうですね。練習して覚えていきましょうね。はい、じゃあ私、英語5年間勉強してますよだったら。I've been studying English for 5 years。ね、やりましたね。for ほら F の音。5フ、 で、やりましたね、このフェットの音ね。わざわざ噛んでフ、ファー、ファ,ファイブ、えー、やなんてやらなくていいって言いましたね。で、イエースもやりましたね、この、ね、イー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 って音ね。for five years ね。で、I've been studying English for five years。言えるようになってくださいね、study. 英語です。どうですか？5年ぐらいやって全然喋れませんみたいなね、いっぱいいると思いますけど、喋れるように練習していきましょう。はいということですこれが現在完了進行形と言われるやつです。基本的に動作動詞っていうのの継続ずっと続いてるよっていうのを表すものだと思ってください。はい、では続いての問題ですね。今度の問題はこれですね。The train なんとか before I arrived at the station。どれが入りますか？ まあこれもね、瞬殺してほしいんですよ。解き方を覚えてますかねまずは時間。ね、この時の印を見つけるっていうのが一番なんですよ。今の話してるの未来の話してるの過去の話してるのっていうこの印を見つけるのが一番最初にやらなきゃいけないことだって言ったのを覚えてますね。その後で進行形になるのが時の一点とか途中だよっていう印があった時でしたよね。完了形になるの完了形、完了進行形ってやりましたよね。 継続とか完了とか経験の印あるのっていうふうに解いてやると答えやすいって言いました。今回どうですか時の印、まず、arrived っていうのが出てますよね。そう、過去ですね、こいつね。だから、過去だっていうのが分かれば、さよなら、さよなら、さよなら、なら淀川長春とか知らないでしょ一発で、そう、had left っていうのを見たことがない人でも、あ、こいつ過去だろうなっていうので分かりますよね。had ってなってるからね。 ということでこいつが正解ですこいつですね、ハブのところがハ a に変わっているわけですね。HAD たす加工分子で、加工完了とかっていうお名前がついています。複雑に今は考える必要はないです、全然。まずは、このあハドプラス加工分子で加工完了っていうのにななるんだなっていうのが分かればいいです。で、加工完了って一体何なのっていうのを今から見ていきますね。はい、こんな感じですね。The train had left before I arrived at the station っていうふうになるわけです。加工完了っていうのは、 ある過去より前ののこととを表すものだだ思ってくださいある基準となる過去よりも前のことだよっていうのを表すんだというふうに覚えてください。だから今回見てみましょうか。before、I、arrived station I at the、station. っていうふうに書いてありますから私が駅に着いたそれよりも前ですね。before だからそれよりも前に電車は出発しちゃってたよっていうふうになってますね。だから私駅に到着到着。 過去みたいな、ちょっとな。私、駅に到着したよっていう時間よりも前に電車でこうですね。電車行っちゃってたよってことですね。はい。より前です。こっちに今作っおきましょうか。はい。ここ現在だったとして。で、ある過去があって、それより前ですね。こいつね。より前ですね。はい。より前。過去があって、それよりも前。こういう時に、あ使うんだなって覚えてください。別にね、過去完了形の完了 経験、継続とかね、大加工とかっていうのも出てくるんですけど、あまり気にしなくていいです、今は、ね。英語っていうのは、あ、ある過去よりも前のものは、過去完了っていう形で使うんだなっていうのが分かれば、それで OK です。ついたのよりも前の時間だから、は、だから、ハードレフトっていうのが使われてるんだなっていうふうに思えば OK です。ちなみにですね、 before とか after とかね、もうどっちが先かがもう明らかな場合ですね。どっちが前に起こったことか明らかな場合は別に had を書いてやらなくても大丈夫です。 The train left before I arrived at the station before arrived I って言っても構いません。これどっちが先かわかるじゃないですか、ね。もう before がついてるのでわかるので別に言わなくてもいいです。なんで、えー、これはずついてないじゃないですか。ある過去より前って言ってたのにってですね。そうやって言ってくる人いるかもしれないですけども、そういうふうに使わないときもあるんだなって覚えてください。これよりも問題なのはですね、こいつを多用する人がいっぱいいるんですよ。もう英作文で間違う人が山ほどいる。で、なんで名乗ってったら、そう、ここですね。ある過去より前ですからね。 そのある過去が書かれてないのに、いきなり、私サッカーしてました。I had played サッカーみたいなのがいっぱい作文に出てくるので、気をつけてください。意味がわからないです、こっちは。何の前にサッカーやってたのってなりますので、そう、ある過去が書いてあって、その時間よりも前ですよっていう時にだけ使ってくださいね。何でもかんでもね、もうハードプラス過去文で書いてくる人いっぱいいますから、はい、非常に気をつけてくださいですね。過去にこれやっていたって言って頭の中で作って、 こううややってやってちゃう人がすすごく多いんですねじゃあ次ですね。私が駅に着いた時電車はすでに行っちゃってたようだったらはいそうですね。The train had already left before I arrived at the station っていうこの「Already」っていうのをくっつけてやればいいですね。こういうふうにしてやればこのすでに行っちゃったもう電車出ちゃっちゃった感がありますね。でこれも形見てみると私がまず駅に着いた時間がありますね。それよりも前に電車は行っちゃってたわけですね。 電車はすでに、えー、で出てってしまったとで。already ってついた方があ、もっと電車がすでに行っちゃってる感が出るわけですよ。ですね、音、やってみましょうか。The train had already left before I arrived at the station。さあ、どこが強く生まれますかはい。train。まず、はいですね。the は漢字だから弱いですね。はい。train 名詞だから、えー、強い。hard、弱いですよ。ですね。hard プラス過去分詞弱いですから。already。already じゃないね。already。already left。はい。before は接続詞です。弱いですね。 I は代名詞弱い、arrived、ね。あとは前置詞弱いですね。はい、ダーカンシ弱い、station。はい、どっちが強い,いですか ?station ですね。あちなみに i-on って来てたらその1個前が強く生まれますので、station です。i-on。まあこういうルールもね、ヒーゼルいっぱいやってきますけど、はい、1つ前が強く生まれます。だから強く生まれるとこ少ないですね、かなりね。はい、the train had already left before I arrived at the station。ね、この辺とかもうと弱いやつだらけですから before I arrived at the station っていう風に。<noise> 合体しまくりますね。このね、before arrive at the station っていう風に、この音がくっつきまくっちゃいますので気をつけてください。The train had already left before I arrive at the station っていう風になります。こういった形で、えー、区切りながら強弱つけて文を覚えていくと頭に残りやすいですからね。はい、電車が行っちゃってたよって感じです。過去完了っていうのがあるんだったら、そう、あいつもあるだろうね。 I had been studying for a long time before I took the test っていう風に、そうです、こいつですね。過去完了進行形っていうのもいるんですよ。had been ing です。で、これはわかりますね。多分想像できると思いますけど、どういうことを表すと思うんですそう、過去完了進行形っていうのは、ある過去より前の動作の継続です。それを続けてたよっていうやつです。 はい。動作の継続をするときは、完了進行形だよってやったやつです。で、さらに、ある過去より前なんですよ。だから今回だったら、そう、before I took the test ね。テストを受けるっていう、ある時間がありますね。はい。テストを受けてる時間があります。はい。テスト受けてますね。どう見ても。はい。テストを受けてる時間があって、それよりも前に、長い時間勉強してたよ。 同じだ長い時間、うん、勉強してたよってことですね。ある過去よりも前の時間で継続的にやってたよっていう風になりますね。でだからほら継続の印ついてますよね。そうそうそうほら「for a long time」ね、はい。長い間っていうね継続の印がここについてますが。 ここういうい形です、ね、テストを受けける前にこれを続けてたよ難しく考える必要はないですからある過去よりも前が出てきたらこの HAD のやつが出てくんだなさらに動作をずっとやってたよっていう時はあ HAD been ing っていうのになるんだなと覚えてもらえば大丈夫です気をつけたいのが HAD っていうのも代名詞と一緒に出てくる場合はくっつきますので I'd you'd とかですねこれ結構ね後々厄介になってきますからあの HAD と w o l d が 同じなんですよ合体すると「アイド」「ユード」っていう風に同じ形になっちゃうのでややこしいので、まあ、今回「ビン」っていうね後ろにこいつがあるからあこいつは「ハド」だなっていう風に判断できるんですけどこれね読み間違っちゃったりすることもあるので気をつけてくださいっていう風になりますではですね今回なんですけども最後にね文の覚え方っていうのをやっていきたいと思いますね。 過去完了形とか過去完了進行形ってなると文が長くなりますよね。だから覚えるのが大変なんですよ。そういう時にどうしたらいいんだっていうのをやっておきますね。これあるわけじゃないですか、この文がね。で、これを全部覚えるのすごく大変ですよね。で、それの覚え方をやります。じゃあどうすればいいんだってわけなんですが、まずね、文の意味をちゃんと覚えてください。ね、これだったらはい、もうやりましたね。そう、私が駅に着いた時にはもう電車は行っちゃってたよっていうね。そういう形になるわけですよね。 これを覚えたらででですすすね、ね、今度はです、ね、区切っていくんですよ。この意味の区切りっていうやつなんですがこのね前置詞たす名詞の区切りとか接続詞の塊の区切りとかこういうふうになりますよねここが主語でとかねそういった区切りをしますそして区切りができたらですねこの塊ごとに記憶していきますそうすることによって文を簡単に覚えることができるようになるわけですねでそれをやっていくんですけども後ろから覚えるんですけど僕が言う「 音をリピートしてくださいそれをリピートするだけであなたの頭の中に残りますからまずいいですかこの字を見ないでください。字を見ちゃうと覚えようとしなくなっちゃうんですよ人ってね。そうじゃなくて音と意味で覚えてください。じゃあ実際やってみますよ。では隠します、はい。もう何も見えないですね。そんな中で私が言うものをリピートしてください。いきますよ。あったステ n ション。あったステ t ション。 I arrived at the station. I arrived at the station. Before I arrived at the station. Before I arrived at the station. At the station. さあ、できましたか?はい。At the station. I arrived at the station. Before I arrived at the station. Had already left before I arrived at the station. Had already left before I arrived at the station. The train had already left before I arrived at the station. The train had already left before I arrived at the station. Okay. はい、どうですかちょっと長いとね、大変になるかもしれないですけど、えー、こういうふうに後ろからですね、区切ってやると、記憶に残りやすいんですよ。行きますよ最後いきますよ。はい、at、the station。I arrived at the station.Before I arrived at the station.Had already left before I arrived at the station.The train had already left before I arrived at the station. はいででできましたかねねこんな感じでです、ね、リピートするのは大変かもしれないですけどこういう風に区切ってね意味と音で覚えるっていう方法は実はですねかなり有効なので、まあ、リピートとかね一人でやる時はできないかもしれないですけど見た後に音でこうやって後ろから覚えていくっていうのをやっていくと結構ブンって覚えられますので是非やってみてください。はいいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろししくお願いします それでは始まりました基礎英文法講座今回はですね時と条件っていうですね非常に厄介なですね入試進出のポイントをやっていきたいと思いますさあではいきますねまず最初の問題 I w i l u f I なんとかカリフォーニアですねはい二択ですさあどちらにしますか,か、Will、visit か w i l visit ですねさあどちらでしょうこれね普通に今まで習ってきたのでやるとさ覚えてますね時勢のやつっていうのは時間の印を見つけるんですねああだから Well, 未来だっていうふうになってよしこれだ未来だ未来だ未来だみたいな感じですねこれを選びたくなるんですが実はですねこのイフさんがいらっしゃる時はですね「Visit」っていう現在形にしなきゃいけないっていうややこしいルールがあるんですよなのでよく出るんですねまあ日本語訳するのは簡単だと思いますこうですね If I visit California っていうのはこうですね I'll see you if I visit California、まあ I will って合体するので、I'll see you if I visit California って言うんですが、そう意味は簡単ですね。そうもしカリフォルニア行くことあったら、あんたに会いに行くよみたいな感じですよね。ただこの if の中っていうのはね、未来のことでもね、現在形なんでさ、はい。時条件の副施設の中では未来のことも現在形というね非常に面倒くさいやつなんですが、で、まあ、理屈をいろいろ覚えてもいいんですけど、で、あ、if とかで時って書いてあるので、when ですね。when とか if の時がね、あったら。現在形にするんだと覚えてください。まあね、if や when っていうもう時間の印があるから。 だからもう未来のことでもね、えー、もう頭の中では現在なんだよとかねいろいろあるんですけどいろんな説があるんですけどそれを覚えていく必要はありませんのでとにかく「if」とか「when」って出てきてでそう「福祉説」って言葉ですねこの塊全体が福祉の役割をしているやつですこれはちょっと後でもうちょっと詳しくやりますがあまずは現在形で言うんだなっていうふうに覚えてください「I'll see you if I visit California」っていうのでまずは覚えてくださいはい続いてこれですね「I'll call you if I have time、ね」 時間あっったら電話すするよっていうやつですねこれも「I'll call you」って未来になってるんだけど「if」の中はほら「I have」っていう現在形になってますよねそういうやつです「I'll call you if I have time」っていうふうになりますじゃあこれはどうなりますか?「I am going to study abroad when I'm an adult」っていうふうに書いてますねはいそうですねまず見ると これね、I'm going to って来てるから、ああ、未来の印だっていうふうに、えー、習ってますね。be going to 中学校で習いますよね。えー、未来のなんとかするってやつですけど、で、で study abroad っていうのが、これが海外でですね、えーまあ、留学するって意味ですね、study abroad、ね。これ発音もね、えー、後々重要になってきますが、えー、その時にやります、はいね。study abroad しますよ、when I なんとか an adult ですね、adult にっていうんですが、ここにそう、when っていうのが来てる場合ですね。えー、その場合は、 will become ではなく未来のことでも現在形の become にしなければいけません。Yeah. I'm going to そうですね、これ I am 合体しますから喋るときは、I'm going to study bra when I become an adult ねえ。大人になったら留学するんだっていう感じです。で、あの when と if の違いっていうのは、if っていうのはもしこうだったらなっていうんですけど、まあ普通みんな大人になるので、必ず起こることなんで大人になった時とかっていうふうに when にする。 ね、実はこのね違いっていうのも英作文では間違いやすいので一応言ってきまさい、ね「if」だったら「ああもしこうだったらな」ね「when」っていうのはこうなった時「ね、when」っていうのは、まあ、起こる可能性がめちゃくちゃ高い時に使います大人になったら海外でやるって言って未来のことだけどこれも現在形になってますよね。はいまあ、B going to と Will の違い知りたいって人がいっぱいいるので一応さらりとだけやっておきます。be going to っていうのは基本的には予定だと思ってくださいで Will っていうのはあまり予定では使わない。 まあ前にやった「will be ing」っていう固い表現とか「現在進行形」とかっていうのがね予定では結構使うんですけども will 単体ではこの夏の時に「I'm going to study abroad this summer」とかね「this」つくきは「in this summer」って言わないでねこれ結構間違いやすいので「this summer」っていう時に今度の夏留学しますよっていうふうに使うんですけどそういった時に「予定」だから普通は「be going to」ですね「あおう」って言ったらやるぜっていうね、えー が入っちゃう感じがしてあ今こうしようと決めたとかっていうね、えー、そういう時に使われることが多かったりするのであまり予定の時には「will」を使うのは避けてください。結構ね英語を教えてるネイティブスピーカーがあれってなる時が多いところなのでそれぐらいで覚えておいてください。あとはね「begoingto」ってねあこうなんじゃねえのっていうですね何かしらこう証拠がある時とかっていうのに使ったりします。ととというこが 「I think it's going to rain」とかね。 そうだから結構の be going to は人を守護に取るときに使うとか習ってる人もいるんですけどそうとは限らないですねこれ雨降りそうってことこですね雨降りそうだと思うよって言ってでさっき言ったような証拠って言いましたけどそうだから空がこう曇ってきてるとかそういうのを見てこういう証拠があるとき証拠があるときに be going to は使われるって言われたりしますハイレベルなんで頭の片隅に置いておいていいですハイレベルなんで頭の片隅にハーンぐらいで入れておけば構いませんこういうまあ,まあマニアックなことをね習いたい人は え知っておくともいいかもしれませんだから基本的には予定に使うんだなと思っておいてくださいで、はい、I'll go home when it gets dark、はい、でまあ暗くなるのは普通当たり前ですね暗くなるよね普通どんな日でも暗くなりますよね空はねだからまあ if 使ったらなんか暗くなったら変わりますもし普段もなんですかずっと白夜だけどもし 仮に暗くなるんだったら帰りますとか言ったらね言うんですけどまあこれは別にねああ暗くなったら帰るよぐらいですね暗くなったら帰る予定ですって意味ではないんで別に I'll go home when it gets dark っていうふうに言えるわけですでだからそんなに気にしなくていいです be g o i n と to と will の違いは今はそんなに気にしなくて構いませんただしですね非常に厄介なおえとがあるのでそれは入試のために説明しておかなければいけませんさあやってみましょう はいさあ二分の違いは一体なんでしょう Please tell me when can comes Please tell me when can will come さあどう違うかわかりますあれあれあれ,れどっちも when いますよね when いるのにこっちは ィルがいらっしゃいますねさっきはつかないって言ってたじゃんこの大嘘つきがみたいですねこの詐欺師がとかって思ってるかもしれないですけど実は違うんですよこいつとこいつさっき言ったの覚えてますか時条件のとでも現在形だって言われましたねそうだからこれ時条件のこいつが塊全体で副詞だから現在形なんですよ。ってことはですよ下は違うわけですね。そう 下は何ですかこれじゃあってなるわけでしょで実は下の方はですね t e がほら第四文型ってやったの覚えてますね O1 に酸素を与える O1O2 ってやりましたねそう実はこっち名詞節なんですよこっちねそうだから塊全体で名詞になってるこっちは塊全体で副詞になってるんですよ意味が違っちゃうので厄介なんですよ上の方は剣が来たら教えてください剣がついた時私に教えてくださいです それに対して下の方はこれね塊で名詞なんで「剣が着く時を教えてください」です。剣が到着する時を教えてください。だ意味が変わっちゃうわけですよ。でだからこういうさ違いっていうのがさね非常に厄介なわけですよ。ただね言わないよあんまり下の方は。だってややこしいこれネイティブスピーカーにとってもややこしいですから普通は、ね、ここは「 ね、Please tell me what time? とかね、what time can we come? とかね、何時に券つくか教えてくださいとかっていう方が普通ですよ。ただ入試っていうのはこういうね、えー、ややこしいものを問いたいので、えー、だからやっておきます。ああ、そうそう、O2 だから分かりますね。下は名詞ですからね。そう、だからこの名詞説と、ね、副詞説で意味が変わるよっていう、これが厄介なんですよ。はい、同じようにこれですね。どうですか違い分かりますか ?Please tell me if can comes と Please tell me if can we'll come。そうそう、もう大丈夫ですね。上の方は、 現在形こっちは未来形が使われているからこの「if」は塊で「副詞」ですね。で「副詞」の場合はこいつは「もし」になるのでえもし県が来たら私に教えてくださいです。それに対して下はえさっきと同じで O1O2 です。で「O2」ってことは名詞ですね。 で、if <で>が名詞になる場合はかどうかって意味になるので。何何かどうかという意味になりますので、だから下は県が来るかどうか教えてくださいですね。だからこういう風うにややこしいですね。こういうのが問われちゃったりすることがあります。もちろんあんま言わないですよ。下の方はややこしいもん、ね、ネイティブにとってもややこしいからかどうかって方。他あれは可動とになってるじゃん。これどう？こっちゃ？ はい可動化ね、じゃあでもほらややこしいねネイティブにとってもじゃあかどうかって他に知ってますそうそうそう whether っていうのがありますよねだからこっちで言った方がいいですよ Please tell me weather can will we come Or not とかねつけてやややった方がややこしくないですよ、ね、こういうふうにネイティブにとってもややこしいんですよ、これ実はね。そう、うちのネイティブ見せたら、え同じ意味じゃないのって言われた。えそうそうそう。だから、そうさっきのやつもそう。うん、これも見せたときに、えこれ同じ意味でしょって言われた。だからややこしいんですよ。では、これを踏まえて最後の問題。さあやってみましょう。I heard John will come at 2 o'clock.Anyway, please tell me when he. なんとか。さあ、どうでしょう。r ライブの形がいろいろ並んでますね。で まず「I heard」こうだと聞いたら「John will come at 2 o'clock」ですねなんかここ「hard」ってほら「here」の過去形になってるから「would」にしなきゃいけないんじゃないですか「時勢の位置」でとかですねそんなの今気にしなくていいですあの時勢の位置ってあんまり特にアメリカではあまりならないですから「at 2 o'clock」っていうのはこれ今から見た未来なんですねこれね今から見て2時っていうのは未来のことなんですよそういう時今から見て未来だったら「will」にしますのでわざわざあの時勢の位置であ「will」を「would」に変えなきゃいけないって習う人多いんですけど気にしなくていいです 今から見て未来の時はもうウィルで言うのが普通なので、でジョンが2時ですね。ジョンが2時に来るって聞きましたよ。anyway まあとにかくみたいですね。Please tell me ですね。教えてって言って、そうこの後ろですね。こいつが さっきと同じです、ね、名詞詞ななのか副詞説なのかか副を考えればいいです、ね、まあ過去のね話をするっていうのはおかしいしさらに「ING」だけではね動詞になれないですからさようならなんで、まあ、順動詞ってところでもうちょっと詳しくやりますがで「Arrives Will Arrive」のさあどっちかってことですね「Arrives」だったらそう彼が着いたときに教えてください下の「Will Arrive」だったら そう彼が着く時を教えてください。彼が着く時間を教えてください。ですねいやいやいや、下はおかしいでしょ。じゃあ、えなんでですかえだってもう2時って書いてるじゃん。彼の着く時間は分かってますね。だから彼の着く時間を教えてくださいはおかしいです。2時って言ってるから。ね、そうじゃなくて、彼が着いたら私に教えてくださいねっていうことになるわけですね。はい、ということで、答えは Anyway, please tell me when he arrives でした。 こういった形ね、when と if っていうのは非常にややこしいといやそう、時制のとこだけわかってりゃいいわけじゃないんですよこれは名詞節副詞節ってね、名詞の役割、副詞の役割っていうのもわかんなきゃいけないわけなんですよね非常に、まあ面倒くさいところなんですが出題されてしまいますので、お気を付けください特にね、if はだいぶ意味が違うじゃないですかもし何々ならとさ、かどうかって全然違うでしょだからこれね、読解でも非常に大事になってくるところなのでこのポイントは押さえておいてください で読解のところで、えー、もう少し詳しくね、えー、どうやって見極めるのかっていうのはやっていきますから今はあ,あそうかこんな違いがあるんだなぐらい頭の中に残しておいてください。この動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。